コースでいうところの、やっぱ神からの分離を信じて、やりたいって決断した結果の世界なの、ね。神からの分離を決断した結果の世界だから、キラキラ、美しい、嬉しいっていう世界じゃないんです、もともと。それが、ああ、これ全部自分が作り出した夢だったんだね、起きてなかったんだねっていう心の状態からこの世界を眺めると、何も現,現実味がないので、 ただただ映画見るような感じ。本当は神しかなかったんだっていう。神の一体性の中でこの世界を眺めるからうん、見方が全く違っちゃうね。ここで何が展開されても十字架形がねあ。お腹を槍で刺されるとか。現れてももう神の中にいるっていうことしか認識不可能な状態のね。そういう意味では美しい世界を最後見る。終わっていくとき。見るわけ。 でも、世界のスタートって何って言うと、やっぱり、神からの分離を決断した。それゆえの、そこからの論理的規決で自分には罪があるって。罪悪感から逃げたくて、東映の世界を作った。うん、あここで、こうしたらどうなるんでしょう。それは決まってるのかなこういうふうに許したら、こういうふうに祈ったら、それは回避できるのかなって言ったとき、世界に原因があるって言ってる。うん。 まだ価価値値がが世界に価値があるるっって思って思いる時そういう考えが出てくる。そういう考えが出てくるのがダメとは言わない。そういう考えが現れてる時、ああ、よほど私は世界に価値を置いてる。私の人生のどんなことが現れるか、どんなことが現れないのか。その、さ決まってるのか決まってない。相当世界に価値を置いてるんだな。 っていうことはその分せその神に価値を置くっていうことが薄れてるのかっていうことを認識するってワークブックそうかそうか <laughs> 思い出すで世界に価値を置き続けるのをやめるっていう決断をして、うん、今すぐ100%やめられなくてもやめるっていう決断をするっていうことが一日何回もそれを思い出すってことが非常に大切で例えば一日に 昔だったら一回思い出せるか思い出せなかったことが、ああ、こんだけ私は世界に価値を置いているっていうことを認識して、それを取り戻して、精霊に捧げて、私は神の実を選びたいっていう意志を精霊に捧げると、本当にそれが無意識に浸透するの。見えないから、無意識って私たち見えないから、 このワークブックやったりとか日頃、その、許したり祈ったりしているのがどのぐらい効果的なことが起こっているかってなかなかわからないんだけども、本当にすごい効果があるんですよ。見えない無意識のところに。毎日毎日、すごく光を浸透させていることが起こっているから、世界に価値を置かないようにしましょうではなくて、世界に価値を置いている。これは決まっているのかな こういうふうに許したら、それはその回避できるのかな癖界に勝ち置いてるってことを認めてそめ、それをやめる。それをやめる。それをやめる。一日に10回や10回、100回やるようになってくると、それこそ24時間のうちの5時間ぐらい神のことを思い出すようになってくると、それがその健在意識でそういうふうにやっていることが、必ず潜在意識というか無意識に、本当に本当に浸透していて、大きな大きな、 神だけを選ぶっていう土台がしっかりしてくるんだよね。うん、うんね、価値を置いてるってことを正直に認める、この世界に価値を置いてるってことを正直に。何が,価値,が価値を置いてるんです、ね。うんうんうん。もうなんか何が起こるか起こらないかとかに目がいかなくなる。うーん。うーん 何が起こるか起こらないかじゃない。何が起こるか起こらないか分からないが、何が現れても、もうあなたを選ぶっていう決断を、それを意思していきたいっていう、その、あ聖精霊を選ぶ、神を選ぶっていう決断を意思していきます。でも、見てると違うの。<laughs> 見てる方向が逆なの。うん、どうなるかな、どうなるかな、どうなるかな。うん、って言ってるとき、神に向いてないの。どうなるかな、どうなるかな。うん どうなるか、うん、どうなるかならないかってのはもうほ,ほとんど決まってるし、その,の許していけばこれが変わるかもしれない、変わらないかもしれない。うん、もうそれがどっちでも私はあなたに任せます。うん、どうぞ、私がいつもあんたを選ぶことができますようにって、向いてるのが全然違う、うん。うん、違いますね、全然。違う。どっちが幸せって言うと、どうなるのかな、それは決まってんのかなっていう方向向いてるとき幸せじゃない。 取引が始まる。うん。交渉し始める世界と。うん。関係ない。のりこさんとも交渉し始めましたよね。その、それは起こるって決まってるんですかねって言って。この状態も世界に価値が向いて、取引もして、聞き出して、あ、じゃりやっぱりやめようとか、え、じゃそのシナリオは多数にあるけど、どういうことなんですかってまたなんか、何年か前にした質問をまた、 しだすっていまいちまだ分かってなくてそのシナリオが多数にあって、うん、はいって感じやけどうん、うん、あすごくパラドックスでどうなるんでしょうかね私許したらもっといい感じのくるんですかねって言った時その本当の本当の <laughs> デビッドのようなあれには展開にならないわけですよ、うん、<laughs> パラドックスね本当にここに価値を置かなくなった時世界の無意味性を思い知っていった時 もう神にしか向かわないから。うん、神のことしか思いがないからね。世界がどうあれいいわけね。本当にその世界のなるがままに任せて、私は神を求める。うん、その神と共にすることがあるのは全部していく。いうことが、言うべきことはしていく。うん、焦点がこっちに向かっているとね、バン,バン奇跡的なことは起こるんです。うん、これパラドックスよ。うん。うん、だから、 まあこれ自我に言っても無駄な話なんだけどもあなたがもしも神に全身全霊で向かっていったら奇跡は奇跡じゃありません普通のことですうんバンバン素晴らしいことになっていきますよって <laughs> 自我はこれ横領したいからこれを本当の意味では聞けないんだけどうん、うん、じゃあそうするとか言ってたかまた自我が聞いても意味ないんだけどで事実はそう,う,うあのね 本当に世界に価値を置かなくて、神にのみ価値を置いて、神と共にすべて、すべてすべて、で、その、うん、やってった結果、ののしられるってことが起こっても、ああ、うん、これがレッスンですね、って言って、ワークブックのでも。うんうん、ああ、なるほど、わかりました。もうなんか焦点は、そのワークブック、その神がなんておっしゃってるか、イエスがなんておっしゃってるか、うん、これについてなんておっしゃってるか。 っていうことにのみ焦点が向いて。なんか聞いてるだけでそっちの方が幸せってすごいわかりますね。神に聞いてるとき、ね、これがこうなんですかねって言っとるときよりも、うんうん、なんか全然これはこうなんですかねっていうふうに幸せを求めてる感じやけど、やっとる今はすごく不幸で,で、ね、感覚。損得感情がそこで払わまれてる 決まっっててるのかなっていうこういうふうにした場合はパラレルは移行するんですかねとかこう聞いてる時やっぱり取引損得感情損,損失があり得るって思ってるところからの質問だから、うん、その質問しちゃだめっていうんじゃなくて非常に分離を信じてるっていう、ねうんうん、その質問したら自分自体が不幸な感じがするんですよねそうね気づくねさすがに気づくねうん パラドックスだよ、うん。やっぱり全然違いますね。神のさっきのこっちの方が。うんし。感覚が幸せな感じ。ねうん、だんだん分かってくる。何が幸せで何が幸せじゃないか。だんだん分かってくる。うん。うん、自我から見るとどう見てもこれ損失じゃねえって自我は叫ぶよ。 <laughs> どう見てもこれは損失じゃないか、うん、君はここから逃げた方がいいんじゃないかって言うよ違うは言うよ、うんうん、でもそこにその中毒患者に耳を傾けている中毒患者だったわけだ <laughs> かもうやめる聞く相手を間違ってる <laughs> 正気の人に聞かなきゃならな あなたは神の中にいますよって、正気のレベルの人に尋ねないとダメな、ね、うんうん、意味がない。